もう昆布ええか、昆布逃げさ逃げさ、昆布こういう感じでね、もううわーっつって昆布うわー、ダラダラキッチン始まるよ。はい、ですマネミズユーリは、今日はねまだまだ続きますよ、ダイエット動画がね。ヘルシーにいこうということで、今回ねヘルシーなんだけど、なんかしっかりしたもの食べたいからね、ちょっと銀ガレーのしゃぶしゃぶを作ってみましたよ、ね、でもうね、信じてるからっていうことで、信じてるからってことでね、ネギもこう長ひょろくこう切れますね、皆さん切れますね、これネギです、はい、ネギを長ひょろく切りまして、ネギから説明するんだったんじゃない、違うね、だし、だしは、見れせないわ、昆布と、本だしね、昆布と本だし、にこうだしを取りました、ね、で黄金色みたいなね、で、銀ガレーを何ひょろく、銀ガレーもねこう薄く長く切ります、銀ガレーねこう薄く、長く切りました、でこれをねこう持ちまして、こうネギをね、ネギこうくるりんぱってこうやっちゃう、ネギこうお好みで結構量多くても好きだよっていう、ささっとだからあまりあと辛いっていうのがある、こういう感じにしてここにくぐらせる、こうしゃぶしゃぶします、そしてこう半、さっきまで透明だったカレーがちょっとこう白っぽくなったなと思ったら、ネギもくるんとなるから、これ白くね、白くなったやつはネギがとろんとなりますから、そしてこれでポン酢につけて、超絶ですねこれ、うん、こうやったらもう全然ヘルシー、ヘルシーな、うん、っていうのをね今日はこれを食べていこうと思いますよ、うん、まあ簡単にできますんで、皆さん銀ガレーが安い時とネギがね100円以下の時に頑張ってやってみてください、ということで簡単でしたけど、また会いましょう、まあ簡単ヘルシー料理だからね、うん、ということで最後に信じてるからムムムサムズアップ、コメントよろしくお願いします、 Please subscribe、 PC の方はこちら、スマホの方は下にあります、チャンネル登録、コメント、サムズアップよろしくお願いします。